はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、プランクをしながら二の腕を同時に鍛えるエクササイズを紹介します。めちゃめちゃ簡単なので、一緒に45秒ほどお付き合いください。で、今回動画を2種類紹介します。前半は二の腕を引き締めたい人、後半は二の腕を太くしながらお腹をキュッと引き締めたい男性向けです。最後までご視聴ください。ということで、まずやり方を紹介します。まず通常のプランクなんですけども、通常のプランクは肘をついて体を浮かせます。これでキープするんですけども、まず普通のプランクにしてもできるだけ効かしたいっていう気持ちがもちろんあると思います。効かす方法としては、肘とつま先をできるだけ引き合わせる感じでお腹を締めます。その時に、男性は骨盤が大体まっすぐなんですけども、女性は骨盤が前傾してしまっているので、少し女性はおへその穴を真下向けるぐらいのつもりで骨盤を立てる感じです。それで通常はプランクを行います。で、今回は同時に二の腕を引き締めるためにですね、手をついてプランクの状態から少しだけ肘を持ち上げてください。かなり二の腕に効きます。これを45秒キープしてください。もし疲れたら、たまに肘をついても OK です。では今からいきましょう。1バープランク。これでもかなり辛いので、だいたい10秒ぐらいしたら肘をついてもいいです。最後まで45秒いきましょう。結構男性でもこれはきついです。かなり二の腕とお腹がプルプルしております。つま先も少し滑る感じがあると思いますが、できるだけ踏ん張ってください。残り20秒頑張っていきましょう。たまに肘をついてください。お腹をしっかり締めたままです。あと少しです。いやー、45秒と言いましたけども、1分間やってましたね。間違えてましたね。ちょっと今日はね、時計の針を間違えていました。1分頑張った方、よく頑張りました。お疲れでした。では後半、男性二の腕を太くしたい人、頑張っていきましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。いや、今回プランクでね、お腹と二の腕をしっかり鍛える方法やっていきましょう。今回は男性向けですので、女性はちょっときついと思います。男性は一緒に頑張って二の腕をね、太くしていきましょう。ではやり方を紹介します。はい、まず通常のプランクなんですけども、お腹を締めて肘とつま先を引き寄せ合う感じで体を持ち上げてキープします。その時に手をついて体を浮かして、この肘をですね、上げる、ゆっくり下ろす、上げる、ゆっくり下ろす、といった感じでお腹と二の腕を効かしていきます。これを一緒に45秒頑張っていきましょう。では行きます。一気に上がってゆっくり下げます。二の腕をしっかりね、下ろすときに効いてる感じを確認してください。お腹も締めたままです。降りるときにぐーっと二の腕に近いでください。結構きついですね。よいしょ。あと少しです。よいしょ。よいしょ。あと5秒。お疲れ様でした。いや、前半はね、女性向けの二の腕とお腹に効くプランクでしたけども、後半ね、男性よく頑張ってくれました。お疲れでした。物がなくてもですね、十分鍛えることができます。鍛える方法としては、やはり1部位をね、鍛えるんではなく、2部位、3部位同時にね、鍛えられる方がいいです。ただ止まっておくプランクをするよりも、もちろん上半身を動かしながら体幹キープした方が効率がとても良いので、そういった種目を選んで鍛えていきましょう。
頑張った方、勉強だった方、よかったらグッドボタンやコメント、シェアボタンよろしくお願いします。皆さん今日もご視聴ありがとうございました。